写真拡大。 DeNA は25日、中後雄平投手が今季限りでの現役引退を表明したと発表した。30歳の中後は近大から11年、ドラフト2位でロッテ入り。15年オフに戦力外通告を受けたが、 TBS 系プロ野球戦力外通告クビを宣告された男たちでの放送を見た MLB スカウトの目に留まり、16年2月からダイヤモンドバックスのスプリングトレーニングに招待選手として参加。3月にマイナー契約を結んだ。米球界では16年からプレーしたものの、メジャー昇格できずに18年6月に契約を解除。 DeNA で4シーズンぶりに NPB 復帰したが、18年は8試合登板、今季は4試合登板にとどまり、10月に戦力外通告を受けていた。NPB 通算成績は49試合登板、2勝2敗、7ホールド、防御率 5.09。 2018年シーズン途中に横浜 DeNA ベイスターズに獲得していただき、チームの戦力になることはできませんでしたが、自分の中では充実した日々を送ることができました。ユニフォームを脱ぐことに後悔がないといえば嘘になりますし、まだまだ野球をしたいという気持ちはありますが、全力で力を出し切りました。2018年8月28日の中日ドラゴンズ戦、ピンチの場面で登板して無失点に抑え、試合後にはヒーローインタビューにも選出されたことは DeNA ベイスターズでの一番の思い出です。ユニフォームを脱ぐことになりますが、今までの野球経験を生かしてこれからも頑張っていきたいです。これまでご声援いただきありがとうございました。フルカウント編集部。